デイビッド・リビングストン、デイビッド・リビングストン、デビッド・リビングストン、1813年3月19日から1873年5月1日は、スコットランドの探検家、宣教師、医師、ヨーロッパ人で初めて、当時、暗黒大陸と呼ばれていたアフリカ大陸を横断した。また、現地の状況を詳細に報告し、アフリカでの奴隷解放へ向けて尽力した人物でも、 ある、1971年からスコットランドでのポンド、紙幣発行権を持つ銀行の一つ、クライズデール銀行が発行する10ポンド紙幣に、肖像が使用されていた。リビングストンは、1813年に、スコットランドのサウスララークシャーにある、ブランタイアで生まれた。成果は貧しく、10歳の頃から、近所の紡績工場で働くことを余儀なくされるが、聖書、 ラテン語等の学問への意欲は旺盛であった。彼は日中の工場での仕事中に本を読む工夫をしつつ、仕事が終わってからは夜間学校で熱心に勉強をした。この時期に中国、朝鮮、日本で宣教を行ったドイツの宣教師カール・ギュツラフに深く感銘を受け、宣教師になり中国で医療を施しながら布教することを志すようになった。 1836年、グラスゴー大学に入学、長期休暇の度にブランタイアへ戻って、工場で働きながら、医学と進学を学ぶ。1838年には、ロンドン宣教師協会へ入会し、宣教師としての研修を受ける。1840年から始まったアヘン戦争により、彼の中国行きは頓挫してしまうが、同じく、スコットランド人で、アフリカ大陸に渡った、宣教師。 ロバートもファットと知り合い、話を聞き、アフリカでの戦況に魅了される。戦況拠点をアフリカへ変更したリビングストンは、南アフリカ支部の戦況士として派遣されることとなった。1840年12月8日、蒸気船で当時イギリス領であった南アフリカへ、出発、ケープタウンへ到着後移動し、ベチュアナランド、ゲンボツワナの、クルマンに今日構える。 ロンドンの監督官からの指示を待つ間、不況の拠点となる地方を探し、アフリカ内陸部を北上し方々を探検。クルマンから北東方向へ200マイルの地点にあるマボツァを第一の拠点に設定する。その直後、夜間に野生のライオンに襲われたリビングストンは左腕に重傷を負い、死後その傷は彼を識別する身体的な証拠となった。 1844年、クルマンにても、ファットと合流したリビングストンは、同行していたモファットの長女メアリーと結婚する。リビングストンは、モファットの反対を押し切り、メアリーと共にマボザへ移動した。1846年まで二人は、マボザに滞在し、不況と医療を続けるが、現地の民族の反発もあり、その後もしばしばより多くの現地人を不況できる場所を探すため、 内陸部へ移動した。その過程で、カラハリ砂漠を北上した一行は、1849年8月1日に、ヨーロッパ人で初めてヌガミ湖に到達する。その後も探検を続け、1851年6月には、マコロロ王国を経由してザンベジ川まで到達したが、子供の一人が熱病で倒れたことから、これ以上家族と共に探検を続けるのは危険だと、 判断し、1852年4月に家族を、ケープタウンからイングランドへ送り返した。その後、リビングストンは、再度、衛生度の高い内陸の高地に不況拠点を作る、ことを目指し、マコロロを再放。ザンベジ川へたどり着くものの適切な土地が見つからず、西へ向かった。これには、当時すでにヨーロッパでは禁止され、非合法となっているものの、 アフリカではスルタンたちによって公然と続けられていた奴隷貿易による搾取を廃絶するために中央アフリカの交易ルートを探索する意図もあった。1854年4月にコンゴ川を通過した一行は5月31日に南大西洋沿いの都市ルアンダに到着。熱病と飢餓と赤痢に苦しみ半死半生の状態であったリビングストンは休息も兼ねてルアンダから 王立地理協会に探検の報告を詳細に記述した手紙を送り、この手紙がもとで1855年にはメダルを授与されることとなった。この旅の途中、サイサンティップティップなどの奴隷商人たちから非常に親切な助けを得たため、リビングストン本人は苦悩した。1854年9月に一行はルアンダを出発し、ザンベジ川沿いへ、 元来たルートをたどった。1855年11月17日、その途上でヨーロッパ人として初めてモシオートニア滝きを目にし、その壮大な幕府に感銘を受けたリビングストンは、当時のイギリス女王ビクトリアにちなみ、ビクトリア滝と名付けた。さらに西へ進み続けた一行は、ポルトガル植民地の手手を経て、1856年3月2日、 インドよそいに位置するモザンビークの都市キリマネに到達2年6ヶ月かけてヨーロッパ人として初めてアフリカ大陸の横断に成功した。1856年12月9日、探検の資金が尽きたリビングストンは支援者を探すために16年ぶりにイギリスへの帰還を果たした。探検家としていくつもの重要な発見を果たした功績からスコットランド英雄としてもてなされ、 1857年、アフリカでの体験を如実に記した、南アフリカにおける、宣教師の旅と探検、ミッショナリー・トラベルズ・アンド・リザーチャス・イン・サウス・アフリカを表し、ベストセラーとなる。一方、ロンドン宣教協会からは、一箇所に居住せず、方々を探検していたことを理由に除名される。翌1858年には、女王の勅命による、 キリマネ駐在大使、並びに、ザンベジ体験隊の隊長に任命され、同年3月10日、リビングストンは妻と息子を連れ、再びアフリカ大陸へと旅立った。ケープタウンにて、一行は妻の両親と再会するが、妻の体調が優れないため、リビングストンたちはザンベジ川川口へ向かい、残りのものは西洋も兼ねて、車にへ向かった。 リビングストーン一行は5月14日に川口へ到達し、蒸気船で川を上り、9月8日にテテに到着、シュレ川、マラウィコ周辺を探検した。1860年にはマコロロ王国を再放し、翌年にはイングランドより派遣された宣教師の団体である大学宣教協会の布教のためにリブマ川周辺を探索し、拠点設立に力を貸した。その間、妻は、 クルマンでの西洋の後に一旦イギリスへ戻り、1862年に夫と合流したが、3ヶ月後の4月27日、出版が似てマラリアのために命を落としてしまう。リビングストンは、悲観に暮れながらも何度もルブマ川上流への探索を試みた。1863年には政府からの帰還命令を受け、翌7月23日にイギリスへ帰還を果たす。 重要な地理上の発見を果たしたにもかかわらず、当時は、この体験は、失敗に終わったと考える向きがあり、その後、次の探検の資金調達に苦労することとなった。一年間の休息の間、探検の報告を各所で行いながら、1865年に、彼は二冊目の著書、ザンベジ側と、支流、ザザンベシアンドイッツトリブヤテリスを表す。この本は発売当日に、 当時としては異例の4800部が発行されているほど注目度が高かった。描かれたアラブの商人とポルトガルの商人との間で行われている奴隷貿易及び現地人への虐待や虐殺の実態は当時の知識人たちを驚愕させ奴隷商人たちへの怒りを再度引き起こすこととなったのである。リビングストンが3回目のアフリカ探検に出るきっかけとなったのは 王立地理協会からのナイル川の水源を探求する依頼だった。ナイル川は白ナイル川と青ナイル川に分かれており、青ナイル川はすでに水源の探求が完了していたが、白ナイル川に関しては1860年代に入ってからもジョン・スピークとリチャード・バートンの間で、その水源がビクトリア湖か田舎の論争が繰り広げられていた。この論争は、 1989年のアメリカ映画、愛と野望のナイルとして映画化もされいる。スピークは、水源は、自身の発見したビクトリア湖であると1855年の探検をもとに主張したが、リビングストンは、ビクトリア湖より少し南方に、ビクトリア湖に流れ込む水源がある推測し、1865年8月14日、再び、イギリスを旅立った。 リビングストンはボンベイを経由し、1866年1月16日にザンジバル、ゲンタンザニアへ到着した。3月22日にはルブーマ川の河口に到着、4月4日に内陸部へ入っていった。当初は各地から集められたポーターは36人いたが、脱落者が続出し、最終的には4、5人しか残らないほどの過酷な旅程だった。マラウィコを経由し、 タンガニーカ湖の南側を目指して北北東へ死ん続けたが行く先々で奴隷商人の妨害に遭う。彼らに買収されたポーターはリビングストンは暗殺されたという虚偽の報告を行い、リビングストンの医療道具一式が入っているカバンを盗んで待ったと言われている。百六十七年には苦難の果てにタンガニーカコにたどり着き、ムエルコを発見し、翌年月日にはさらに バングウェルコを発見したが、飢餓と体調の悪化に苦しみ、一旦タンガニーカ湖畔の村、ウジジへと戻ることとなった。1869年7月から1871年の10月にかけては、西洋を行いながら、ウジジ近辺の探索を行うことに費やされ、戦況や説教を頻繁に行った。百七十一年三月十九日には、ルアラバ川の岸辺で、 1500人もの奴隷が虐殺される場に偶然立ち会った。これはリビングストンが実際に目撃した中では最悪の事態であり、奴隷解放のために立ち上がろうとしたものの、その力は残っておらず、うじじで西洋を余儀なくされていた。この間、イギリス国内では消息を絶ち、死亡説まで流れているリビングストンを探索する動きも出ていたが、過酷な旅に加えて、 現地での妨害もあり、失敗続きであった。1869年10月、ニューヨークヘラルドの経営者である、ジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニアは、ヨーロッパ滞在中に、特派員の一人であるヘンリー・スタンリーに電報を送り呼び寄せた。スタンリーは、リビングストン創作の依頼に承諾し、莫大な資金提供と発見が成功した、際の報奨金を約束された。 スタンリーは直ちに出発したが、他の取材のためパレスチナ、エジプト、インドなどを訪れていたため、宇治寺にたどり着いたのは1871年11月10日であった。スタンリーは宇治寺近辺で、リビングストーンの従者と遭遇し、従者に導かれて、本人と対面した。骸骨のように痩せ衰えた姿を見てスタンリーが、発したリビングストーン博士でいらっしゃいますか ドクター・リビングストン、アイ・プリズムは、後に、イギリスで思いがけず人と対面した時の、関与句として使われるようになるほど、劇的なエピソードとして伝えられた。二人は、タンガニーカの北端までの探検を行うなど、4ヶ月を共に過ごした。スタンリーは、リビングストンに帰国を強く進めたが、リビングストンは、ナイルの水源を突き止めるため、さらに探検を続けることを望んだ。 スタンリーは1872年3月15日、イギリスへ向けて旅立ち、5ヶ月後に、リビングストンの元に57人の従者と、十分な物資を送った。8月15日に、リビングストン一行は、バングウェル湖へ向け出発し、翌年4月29日には、バングウェル湖南側の村、シタンポへたどり着いた。しかし、日記に、探検の記録を書きつける余力もないまま、 5月1日、マラリアの複合症により息を引き取った。彼の従者たちは深く悲しみに暮れながらも、彼の残した日記、資料、傾向品などを防水の箱に入れ、彼の亡骸に簡単な防腐処理を施して、ザンジバルへと運んだ。亡骸はザンジバルで埋葬されそうになるが、故郷のあるイギリスへ返すべきだと従者が主張したため、 海を越えて、イギリスへと運ばれた。1874年4月18日、無事イギリスへ到着した亡骸は、左腕の傷跡により確認された後、ウエストメンスター寺院へ葬られる。リビングストンの残した資料と日記は、彼の友人により、デイビッド・リビングストンの中央アフリカでの最後の日記、ラストジャーノルズ・オブ・デイビッド・リビングストン・イン・セントラル・アフリカとして、 編纂され出版された。なお、本書は外交官としてニューヨークなどに滞在し、インドネシア総領事を務めたアネハ・ジュンペイによって、明治41年、内外出版協会より、リビングストン原稿録として翻訳、出版されている。リビングストンのアフリカ大陸での移動は、数万マイルに及ぶと推測されており、その生涯で南北では、 赤道近辺からケープタウンまで、東西ではインド洋から南大西洋までを旅したことになる。彼が果たせなかったナイルの水源の探求は、医師を継いだスタンディによって、ルーエンゾリ山地にある水源が発見されたことにより、19世紀の論争にはほぼ決着がついた。リビングストンのアフリカ市、及びヨーロッパ列強のアフリカ間における影響は、甚大である。 1> 第1に挙げられるのが、リビングストンの第1次アフリカ探検以前は、アフリカは暗黒大陸という名が示す通り、一部を除き、ヨーロッパにはほとんど知られておらず、古代ローマ期にアレクサンドリアの地理学者プトレマイオスから得た知識から、ほとんど進展がかった。しかし、リビングストンは探検中に、天体観測による測量術を身につけ、ほぼ正確に地図を作ることができた。 その地理上の発見はイギリスに手紙で伝えられることにより、ヨーロッパ各地でアフリカの地図が作成されることとなり、交易のルートがそこから生まれた。リビングストンの開拓した交易ルートを最も利用したのは、増下商人などではなく、奴隷商人たちであった。中央アフリカへのルートが開拓されたことで、その地域の奴隷狩りが頻繁に行われるようになった。そのため、 インド洋を中心とした奴隷貿易はむしろ活発化してしまい、ザンジバルの奴隷市場は中央アフリカ最大と呼ばれるまで成長した。著書や手紙で再三ササポルトガル領やスルタンによって行われている奴隷市場の廃絶を繰り返し訴えていたため、危機感を抱いた奴隷商人に探検中に何度も妨害され、時には暗殺されかかった。彼の運動は1871年。 国民からの庶民への要望提出により実を結び、数ヶ月後、ザンジバルの奴隷市場は閉鎖された。アフリカ大陸での奴隷貿易はそれからも各地で細々と続けられ、後にヨーロッパ列強がアフリカ政治へ介入する口実となり、列強はアフリカ分割へと突き進むこととなる参照。列強のアフリカ進出において、リビングストンよりも、 直接的な影響を与えたのがスタンリーである。彼は優秀な探検家である一方、ベルギー国王レオポルド2世の委託を受け、アフリカ各地の集落の族長などに貢ぎ物を与え、今後自由国の建国などで多大な役割を果たした。探検家でありながら、結果的にヨーロッパの植民地支配のために尽力することとなった、スタンリーに対し、リビングストンは自身ではあくまでも、 自分の大事な目的は宣教であり、探検はその拠点を探索するための手段であると著書の中で述べている。彼の功績により、ヨーロッパからの宣教師の流入は格段に増え、彼の著書に触発され、宣教師を志す若者も増えたと言われている。ザンビアには彼の名にちなんだ都市リビングストンがあり、今も彼の記念碑と彼の資料を集めた博物館が立っている。 また、マラウイのカロンガ県の都市、リビングストニアもこの名に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。